エイサーが行われたのは鹿児島市の小頭中学校の体育祭です。エイサーは今年で10年目。3月の大震災で大きな被害を受けた東日本に元気を届けたいと、生徒たちは力いっぱい勇壮なエイサーを披露しました。踊りの後、エイサーの引き継ぎ式が行われました。2年生1年生の皆さん、次は君たちの番です。撮影は鹿児島市の MBC ふるさと特派員小島忠則さんでした。